です。思わぬならばコンビニや土地の話をしたいんですけど、道路沿いだからといって広範囲から集客を狙っているわけではない。あくまで地元密着、近隣からの来店が狙いだ。だからといって徒歩だけでやってくる人では限界がある。店の周辺近隣には違いないが、自動車でやってくる人たちをターゲットにしており、住宅地の入り口になるという立地が住民にとって来やすい利便性が高い場所になっている。コンビニ、潰れる前のコンビニとしては必要十分のお客さんではなくても、リラクゼーションっていう形であって、他の店もそうなんだけど、そういう他の店であれば普通に経営としてやっていけるだけのお客さんが来てたりするので、まあこういう本をね、読むことによってもしかしたら、ね、突破口になるかもしれませんよ。それでは。